この動画は、先の紹介動画で解説しきれなかった深い部分を紹介する動画です。今回は補足として、上記の点を解説していくぜ。紹介動画をまだご覧になっていない方は、先に紹介動画をご視聴いただき、補足としてこの動画をお楽しみください。ちなみに解説は個人的解釈なので、正しいとは限らないぜ。解説を聞きながら、みんなも考えてみてくれよな。それでは、マニアック解説、補記、を、ゆっくりお楽しみください。じゃあ、始めていくぜ。あざなについて、って言っても、貢献のあざなは、もう本編で紹介したじゃない？いや、今回のトリビアは、あざな、の意味についてだぜ。中国史の人物はあざなを持つけど、このあざなには規則性がある場合が多いんだ。そうなの？ああ、もちろん全部が全部そうじゃなくて、あれ？って思うのもあるんだけど、多くの場合は規則にのっとってるんだ。この規則には、いろいろ種類があって、廃校、や廃校、といったものから、名とあざなの文字を照合させる、などがあるんだけど、今回は文字の照合の例だぜ。他の規則については、それに該当する人物が出てきた時にやるから、待っててくれよな。わかったわ。それで、貢献のあざなは本編で紹介したように、高校、よね。うん、そうだぜ。今回の貢献の場合は、あざなの、校、という文字と、貢献の名である、剣、が照合してるんだ。剣、って権力とかの意味でしょ？校、っていう文字に、そんな意味合いがあるの？いや、校、という文字にそういう意味合いはないぜ。この文字には、測る、という意味が含まれるんだ。そして、意外かもしれないけど、剣、という文字も、同じく、測る、という意味を持っているんだぜ。え、そうなの？剣、の文字を、そんな使い方してるのは、聞いたことないわよ。ああ、古語表現に近いから、現代では普通使わないな。でも、剣高、という熟語があるくらいで、これは測りの、重り、と、差を、お指し、転じて、釣り合いを取る、平行を保つ、という意味にもなるんだぜ。それにあざなのもう一つの文字、貢、には、正直で自信がない、という意味があるんだ。これは貢献自身の性格にも、照合しているようで、面白いと思ったので、ちょっと紹介してみたぜ。ふーん、そんなこともあるのね。他に有名なところでは、周遊の名の、遊、と、あざなの、金、には、共に、美しい玉石、宝石、という意味があるんだ。美醜楼、と称えられた、周遊にぴったりな名前ね。食、ごときたから、次は義で例を挙げると、雨金なんかがわかりやすいかな？雨金の、金、と、あざなである分足の、足、は、共に、法、や、制度、という意味があるんだ。これまた、法に厳格であった雨金らしい名前、と言えるんじゃないかな？歩兵。漢字一つとっても、いろいろあるのね。こんな視点から、三国志の人物を見ていくのも、楽しいかもしれないぜ。そうね。リスナーさんも、改めて自分の好きな三国志人物の、名前の意味を調べてみたら、面白いかもしれませんよ。じゃあ、次に行くぜ。これ、五軍、って何する人なの？うん、まず五軍の始まりは、秦の時代まで遡るみたいだぜ。漫画、キングダム、の時代ね。ああ、秦の時代では、五軍隊、という職名で、これは武将の監督や、武官の選抜を行うもの、だったようだぜ。実は、他に、五軍将軍、なんてのもいるけど、今回の本筋とは関係ないし、混乱するので割愛するぜ。でも、貢献紹介の本編では、貢献が諸将を率いて、長老を迎えに行った、ってなってるわよね。諸将を率いる、ってことは、貢献は偉かったのかしら？そこが面白いところで、この、諸将を率いて、ってところがミソなんだぜ。どういうこと？普通、軍を率いる場合の表現としては、兵、とか、州、とか、卒、を使うけど、貢献は、諸将、なんだ。例えば、上飛の場合は、精鋭1万4人を率いたのを、上のように記述してるぜ。まどろっこしいわね。つまり、何よ？率いるって聞くと、どうしても、統率、という感じで、指揮権を持つイメージが先行するけど、実は漢文の、卒、という文字には、一文字で、先導する、という意味もあるんだ。日本語でいくと、引率、という形で考えてもらうと、わかりやすいかな？つまり、
この時の五軍、貢献は、監察権先導役といった感じで、直接の軍事指揮権はなかった、と考えられるんだぜ。戦国時代とかに詳しい人には、戦目付け、なんかを想像してもらうと、わかりやすいかな？だから貢献は、偏将軍、という、最下級の将軍にしかも他ない意味でありながら、諸将、を率いた、と書かれているんだ。結局貢献は、別に他の将軍より偉くなったわけじゃない？ってことね。そういうことだぜ。五軍を他の将軍の上の役職、と誤解を与えないように、ここで補足しておくんだぜ。わかったわ。じゃあ、次ね。本編では、破格って言ってたけど、どのくらいの高待遇だったの？そうだな。まず職にいた時の貢献は、陳北将軍、だ。これは、北方を沈め守る、という意味合いの将軍位で、江北の軍を任されるにあたって、任じられた職だぜ。で、義に下って任じられたのが、陳南将軍、だ。これは先の陳北将軍の逆だな。将軍位の格としては同格だぜ。ただ宗妃は、貢献を陳南将軍に任命するとともに、幾陽公に報じてくれた上に、さらに、侍中の官を加えて、御車兵の同乗をさせてくれたんだ。まず、この、幾陽、というのは、慶州の南陽軍に属する県で、職業についての言及がないものの、素直に解釈すれば健康になるんだ。もしかして、名号公、という、名目だけの爵位の一種かな？と思ってかなり調べたんだけど、やはり、幾陽公、は、五官でも健康として、女爵令があり、類令からいけば健康と思えるんだな。ふむふむ？ちなみに官羽が奉ぜられた、官羽帝侯、は、官羽という、帝、をもらったってことだぜ。また、張飛は生前に、正教皇、という教皇に奉じられてるぜ。つまり官羽、張飛より重く奉じてくれたってこと？そうなんだぜ。そして、同じくらいの時期に、義に投降した人物に、毛達、がいるんだ。本編でもちらっと出てた、この人ね。そう、この毛達っていうのも、すごく面白い人物で、彼も宗妃に気に入られて、破格の待遇を受けた、と言われてるんだ。毛達が、義に投降する発端になったのは、常用公約を進める官羽からの、救援要請を断って、結果として、官羽を見殺しにすることになってしまい、劉備に恨まれた上に、その養子の劉邦との関係もうまくいかなかったことなんだ。それで毛達は、劉備に別れの手紙を送ってるんだが、内容が面白くて、自分の罪を考えて、お預かりした領地を返上し、自分で自分を追放処分にします。というものなんだぜ。自分で自分を追放って、確かに変わってるわね。しかも、毛達は養子に優れた上に、話術や虚祖が洗練され、才気があり、投稿先の宗妃は、これを甚だしく寵愛した、というぜ。この毛達が、投稿して任命されたのが、三騎乗寺、皇帝の御車の後ろに付き従う役、で、さらに、剣部将軍に任じられ、平陽帝侯の爵位をもらい、防陽、常陽、正常の三軍を合わせた、新城軍の大使とされたぜ。すごいわね。官職、将軍位、爵位、さらに大使として、実権までもらってたのね。これは破格だわ。ところがどっこい、この、新城軍は、義の領土じゃないんだぜ。はへ？どういうこと？そもそも、防陽、常陽、正常は、もともと漢中軍の東部領域を、曹操が漢中を制圧した時に、分割しておいたものなんだ。これは地図を見てもらうとわかるけど、漢中は横に長く、しかも山地が多くて、漢中盆地以外は、結構な距離で隔たってるんだ。ほわ？確かに、こうして地図で見ると山ばっかりね。平地なんてほんの少ししかないじゃない？曹操は、統治上の便宜を図るために、漢中軍の東部領域を細かく区分けしたに過ぎないんだ。だから、三軍を合わせて一軍とした、とだけ聞くとすごい気がするけど、その実は、通常の軍の、半分以下の人口しか有していないんだぜ。だいたい10万人前後かな。ちなみに隣の派軍は、100万人以上の人口があるぜ。ほわ。文字通り、桁が違うじゃない。しかも、その三軍は、劉備の漢中攻略戦で、すでに全て職に奪われてしまっているんだ。劉邦と毛達の働きにより、な。とするとつまり？つまり宗妃は、最初から毛達を信用していたわけじゃなくて、信用されたければ、自分で領域を切り取ってこい、と暗に示唆してるんだ。
だからもう二つは、総人の一件が済むと、休む間もなく徐行、加工省を監視役につけられて、UFO 攻撃に向かわされているぜ。上っ面だけを見たら、確かに厚遇に見えるけど、総費はそれほど甘くはないってことね。そういうことだぜ。さすがは総費さんね。しかも、新庄大使として、辺境を守備するもう二つは、総費に表面上は寵愛されてるように見えて、実際のところは、ほったらかされていて、特に昇進もしてないんだぜ。だから、貢献ともう二つを比較すると、上のようになり、大使として、認知を持っていること以外は、すべて貢献の方が上なんだぜ。それに、この後も貢献は、順調に昇進を続けており、最後には、社稷将軍、義道三士、にまで上ったぜ。社稷将軍は、長飛も任命されてたわよね。確か、軍部のナンバー3だったかしら？そうだな。義の制度だと、職と同じではないんだけど、一応将軍位としては、大将軍、上級将軍、に次ぐ3番目だな。義道三士、というのは、三公最上位の大臣、と同じ、格式と礼儀を持って待遇される、ということだぜ。これほどの待遇を受けるために、貢献が何かしたか？というと、特に何もしてないんだな、これが。対してもう二つは、実際に UFO を撃破して、武功を立てたのに、その後は用済みとばかりに、そのままの扱いだぜ。要するに人柄、人品だけで、ここまでになったんだから、すごいと思わないか？確かにすごすぎるわね。総費だけじゃなく、総営にも重用されてるあたりが、しかし人物が死ぬと、立場が危うくなっちゃった、毛沢とは違う点ね。毛沢は、確かに才覚や器量はあったと思うし、面白いエピソードも多い人物なんだけど、人格、といった点で比較すると、貢献には及ばなかった、と個人的には思うぜ。なるほどね。改めて、貢献を失ったのは、職にとっては痛かったわね。ああ、もったいない限りだぜ。じゃあ、次に行きましょうか。これ本編の紹介で、劉備が、わしが貢献を裏切ったのだ。貢献がわしを裏切ったのではない。って言って、貢献の妻子を元通り扱って、貢献も妻子が処刑された、って話を信じなかったってやつよね。ああ、この話には異説があって、概略は一緒なんだけど、せっかくなんで載せておくぜ。これは秦の時代の公園という人物が表した漢記春秋という書物からの引用だぜ。公園は、200年代末から300年代初めに活動した人物なので、信憑性は高いと思うぜ。それによると、文帝、総妃は、貢献の妻子が処刑された、という話を聞いて、貢献にもお発するように、巫女のりを出したんだ。あら、総妃は、わざわざ巫女のりまで出して、命令したのね。ああ、そうなんだ。でも、これに貢献は答えて。私と劉備、諸葛亮は、精神によって、互いに信頼し合う仲でありますので、私の本意を承知しているはずです。妻子が処刑された、というのは疑わしく、未だ事実と決まったわけでもありません。願わくば、後の知らせを待たせていただけますように。と答えて、きっぱりと跳ねつけたんだぜ。皇帝が巫女のりを出してるのに、投稿したばかりの人間が断るなんて、度胸が良いというかなんというか、すごいわね。そうだな。だからこそ、こいつは巧妙や風紀に釣られて、裏切ることはないな、と総費や、他の人たちに信用されたんだろうな。毛沢さんも、これくらいの人品を見せていればね。じゃあ、次に行くぜ。職に残された、貢献の妻子って、劉備の一声で無事だったわけだけど、その後はどうなったのかしらね。そうだな。まず妻の方は、特に再婚した、という話は残ってないから、残された貢献の子供を、しっかり育ててたんだと思うぜ。その子供は、皇叔、と言い、貢献が義に下った時には、まだ幼かったけれど、成長してからは、少々老、という管理になったぜ。そして時は流れて、職滅亡の時に至って、孔明の息子の諸葛瞻、と共に、当該、を防ぐために出陣するぜ。諸葛瞻は、成都から府城にまで進出したものの、そのまま対策を決めかねて、進軍をしなかったぜ。そこで皇叔は進み出て、諸葛瞻に向かい、早く進んで要害の地によって守りを固め、敵が平地に侵入するのを阻止して、防備するように、たびたび検索したぜ。
それでも、なお諸葛戦が逡巡して、受け入れないのを見ると、防衛の手立てが立たなくなってしまう、と涙を流して悔しがったぜ。やがて光州の予見通りに、当該が剣祖の地を踏破して侵攻してくると、諸葛戦は一度戦ったが敗北し、綿竹に撤退。綿竹に着くと、諸葛戦はついに覚悟を決めて、当該を相手に激戦を繰り広げ、光州も、帰化の兵と共に決死の戦いをし、陣中で討ち死にを遂げて、忠節を全うしたぜ。あの親にして、この子ありって感じね。惜しいことに、光州の進言を聞き入れて、両外の地で当該を防いだら、職は守れたかもしれないのにね。そうだな。この時の当該は、すでに兵糧に欠乏していたから、当該を防げた可能性は、あったかもしれないな。親子して、惜しい人物だったわね。そうだな。全く惜しい限りだぜ。さて、今回の補記はこんなものかしら？そうだな。リスナーの皆さん、今回の動画はどうだったかしら？楽しんでもらえたなら、何よりだぜ。こちらの動画でも、応援、コメント、高評価、お願いしますね。よろしくお願いするんだぜ。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。